そういえば、ひなめと水沢が付き合ってるって本当？ミーミー、もうやめる。ごめんね、友崎くん。いいよ、もう。で、結局のところ、実際はどうなんですか、ひなみさん。実は、付き合ってる。って言ったら、どうするの？皆様、この度はすみませんでした。いきなりどうしたの、ミミ。お騒がせして申し訳なかったですってことで、こちらをお納めください。これは、これお詫びの品のプレゼント。またの名を友情の証。この子たち私のと色違いなの。超可愛くない？いや、ミミミ、いくらなんでも可愛い。は？可愛いか？